三角で馬から降りると。おいタコ待ってろ。なんでタコなんて名前にしたんだ。ドミーに名前を聞かなかったのが悪いんだよ。タコか。タコな。こんにちは。ついてくるな。まずはまず明らかに間違っていると思われる道から行く。繋がってるだけか。繋がってるってことは戦い始まりそうで嫌だな。もうどこにも安全なとこなんてないけど。これはもう大学か。まあ手前から入っていこうか。エリーが消えた。だと。いた。先に中入ってるよ。なんか言ってたな、トニー。鏡の建物か。キャンパスが見渡せるはずだ。降りる意味ないって。進めてくれ。一緒に行こう。行くぞ。なんか光ってる。久々に見たらもうこんなに進んでいたのか。行け、タコ。あ、なんか入れるとこあるな。アイテムありそうだな。タコを見てるね。見てて。嫌な名前だ。名前に反応しすぎだ。あ、銃。新作かこれ。なんだこれ。うんうんうん。タコ、火炎放射器。動物は襲ってくる。ひゃっはー。これいきなり改造しろってことか。頼む。工具じゃなかった。工具あってほしいな。まだ3だよな。4にしたい。サプリ。バット。今なんだ。今木の棒かバットと大して変わらんな。いいかこのままで。このまま行くと先進んじゃいそうだから、とりあえず先に強化しておこう。そもそもサプリはどんな感じなんだ。今体力も最大だしな。聞き耳、ジョエルイヤー、工作速度、ナイフでの反撃が欲しいところだ。よしっと。リロード速度、射程威力、使ってみないと何とも言えないな。やっぱりショットガン鍛えるには工具レベル4が必要か。ダメだ。やはり工具のレベルが上がらんと何もできん。エリー置いてきてるから、このままイベントがこっち行って先進むことはないだろう。びっくりした。そんな開き方しなくても。裏回ってくるだけか。じゃあ昔はみんなここに住んで勉強だけしてたの。そういうこった。そう、勉強して遊んで将来やりたいことを見つける場所だったろうさ。大学ってそういうとこだったよね。特に日本の大学はね。こら詰めろ。アメリカは入るの簡単だけど卒業が難しいってよく言うよね。本気で研究しないと卒業できないよね。
行け。楽しかった。何が？すぐに戻る。次はこっちだ。待ってるね。ここは何にもなしかな。登れ。登れただけ。あ、三角。でっかい羊だ。羊か。まるで宗教みたいだね。スポーツの話か。確かにそうだ。動物は消毒だ。まあさすがに敵のいないところで試す気にはならんが、敵がいるところで試して実は大したことなかったら嫌だな。ライフルとショットガンと弓の3つ。でもわざわざ取れたってことは今からこれ使うんだよな。そう思っておこう。ライフルの方をショットガンに。あんま弾がないのが怖いところだな。大間さん、階段は大丈夫かい？寒くなってきた。オッケーオッケー。もうそんな時期か。秋だもんな。しかしこの火炎放射器でタコを焼いて。そういう期待には応えない。瓶だ。もっと豪華瓶。探し回れるところがあるわけじゃないんだな。急に登るが、そこから先は特にない。そういうわけでこれも行けるとこ行っちゃった感あるな。これは越えれない。頑張ったらこの隙間から行けそうな。ガラスの建物、あれか。ねえ見て、あれかな。本当にでかい鏡だ。なんかアイテムありそうだ。馬で入ってきてる。数えるとなると人手が必要だ。私ぐらいの年の子もいるかな。さあそれはどうかな。ここ飛び越えるのかと思ったけどそうじゃないか。ってことはお馬さんに乗って中を突っ切ろう。アイテム補充しなきゃいけないかもしれないから自分は走るか。多分ついてくるだろう。ほーらね。おいおいおい、怖がってる。閉めろ閉めろ。今止まってろ。俺が。いいか、逃がすなよ。すぐ戻る。ジョイルイヤー。あ、めっちゃいっぱいいる。火炎瓶と爆弾使って一気にやっちゃうか。こら。誰かが慌てて作ったようだな。罠か。門のロックを2階の発電機に下げた。燃料が少ないから無駄遣いするなと。ダメだよな。ダメか。あそこか。電源を探してみよう。爆弾、火炎瓶、爆弾1個しかねえ。爆弾作っときたい。
そんなせかすなよ。ジョエルイヤー、いっぱい言い過ぎだもんと。瓶投げてそこに敵集めて、あーでもランナーっつってたな。そんな言うほど困るほどじゃなくて、いつ気づかれたんだ、さっき。普通に一匹ずつ殴りながら倒しても全然良かったな、これだったら。ボタンを間違えた。何時間プレイしてんだよ、俺。よし、OK か。じゃあちょっと電気入れて、プレステ3のドライブの駆動音がちょっとやばい。ちょっと前に修理に出したはずなのにな。でもちゃんと読み込むから修理に出せない。いっぺん修理した後半年だったっけ。半年以内に壊れたら無料修理してくれたような気がする。これで一回巻くようになったろ。あ、まあ、いる。私はね、宇宙飛行士になりたかった。本当に？本当に？うん、おお、いつの間にか空いていた。宇宙飛行士ってこの時代に見る夢じゃないよな。平和な時代に見る夢じゃない。あんたは夢なの？ああ、子供の頃になりたかったのは歌手。嘘でしょ。本当だよ。何か歌って。断る。断る。いや、絶対笑う。絶対笑う。頼まれたって歌うもんか。詰めろ。笑わないってやつに限って笑うんだよ。もしくはあの気を使ったいびつな笑いをね。ここは入れなさそうな感じがするな。地下だと行けちゃうのか。ああダメだった。94、結構増えたな。こっちはただの背景か。まあ入れたら入れたでめんどくさいだけなんだけど。うん、開かないな。こんにちは。さて進もう。乗れない。横から乗ろう。ほら詰めろ。その大学のキャンパスでエリーを引き渡して何事もないように終了したらある意味すごいけど。さあ
すがにそういうことはなかろう。イベントスタート。これって猿？猿？ああ、たくさんいるな。猿がたくさんいるのか。あ、この下か、いる。敵かもしかして。もし敵だとしたら火炎放射器はいい武器になる気がするね。すごい戦いやすそうなマップだな。猿の方についていけばいいのか。役長の像かなんかかな。初代役長の像。ちょっと引け。ほらほら、これ待てよ。何このゲーム。もしかすると、あ、もういない。狙撃してやろうと思ったのに、倒せるのかなって思ったんだけど残念だ。神は言っている、猿を撃つ定めではないと。なんか感動した。猿に？猿を初めて見たのか。猿を初めて見たよ。オウム返しされてしまった。で、猿に追われてここに入ったら猿に閉じ込められる的な展開を期待したが、そういうことはなかった。広いな。大学だもんな。大学は広いわな、そら。平常時に大学に馬で通う的なな。夢である。またジュエルが馬で登校してきたぞみたいな。裏に繋いどけよ。大学非常識のやつだぜ。猿をやっつけるゲームなのこれ。猿をやっつけるぐらいで済みゃいいよ。ある意味猿だよ。人間も猿だし。誰かいると思ったんだけど。目立たないように隠れてるのかもな。うん、かもね。目立たないように隠れてるのかも。あのマーク、ファイアーフライだ。どのマーク？ああ、本当だ。そうだな。よかった、ファイアーフライのサインだ。もうすぐファイアーフライに会えそうな感じだ。マリンが先にいたりしたら笑えるんだけどな。まあ、あれ自分で連れて行った方が早いんじゃなかったかな。あの下で良さそうな感じがする。物語は進むのだろう。よし、開けてみろ。開けてみろって自分で行かないのかよ。ジョエルも降りた。あれだ。ん？開かないのか。動かない。ん？奴らが取り付けたようだな。コーバケーションの片刃どうなってるの？向こうに発電機がある。どうやって行くか。届かない。届かないんだったら届く何かを使うか。お、なんか。そうだな。エリ通れないのか。結構。よし、ここにいて。馬を見てろ。そっちが見ればいいじゃん。ごめん、緊張してるんだ。入れるじゃん。馬を置いていくという選択肢はないのかな。そうだよな、タコ置いていくのかわいそうだもんな。ここまで来たら最後までタコと一緒にいたいよ。お、キャンパスマップ。憧れの大学、今どこだ。真ん中がさっきの像あったところかな。
で、入ってきて、まっすぐ行けなかったから回り道してきた。まあ気にしなくても次のルート教えてくれるだろう。広いな。いざとなればタコが食用になってくれるさ。タコの有効な活用。お、開く。ジョエル。大丈夫だね。布か。アルコール。ハサミもある。メモか。生徒の日記。詳細。9ヶ月もの間待ったが何にもなし。誰からも連絡がない。食堂から缶詰を見つけることができたけど、それももう長く持たないだろう。東のバリケードで問題が発生したが、まだ安全だ。あの化け物どもの群れを見た。その中にヘザーらしき姿もあった。彼女だったかもしれない。クソ。バッテリーの残りも少ないため、ラジオは夜だけチェックしている。最後の放送から3ヶ月も経ち、もう望みは捨てている。シルが昨日外でタバコを吸っていた。仲が耐えられなかったらしい。俺がタバコを吸ってたら怒っていたけど、彼女は何も理解できていない。俺たちは警戒を行ってはいけないんだ。怠ってはね。物資が底をついてきたから、そろそろ誰かが街に物資を確保しに行けるのならば、きっと俺が行かされるんだろうな。死亡フラグ立ちまくりだけど大丈夫かな。収集品でなんかと、エリーでいたんだろうな。エリーのコミックが見れるみたいなことかな。一巻開けて反転して詳細を押すとあらすじが見える。反転して四角。我々はトラベラーである。フラグラン率。反転。こんなあらすじだけで分かるわけねえじゃねえか。開いたのに何にもねえ。今回は普通に開けたな。何にもねえな。暗い。ここは開いてんの。ホースだ。ああ。ガスマスクはどこにでもある。本当だ。ああ、こっち行かなきゃいけないのか。ってことは敵いるな、これ。行きたくねえな。この辺微妙に出れそうな感じがあったけど、窓から飛び降りた方が絶対早い気がすんだよな。ま、わかりやすい道で案内されてんだから先に向かおうじゃないか。行くぜ、トン。ああ。敵まみれじゃねえか。ガスマスクはつけてるのか。めっちゃくちゃいっぱいいるし。めんどくせえな。ナイフ使うか。何人か殺していくか。ぶちかましておくか。一匹だけ。もう一個あったよな。さっき瓶が。あれ、瓶もう一個あった気がしたんだけど、取っちゃった。取ってるな。じゃあこれをこの辺に。
来い来い。何が起きてるんだ？この大学的な場所で。爆発した。何があったの？また爆発した。フロータいんのか？やだな、あいつ嫌いなんだよな。いた。無視した方が良さそうな気がするな。ブローターだと。あ、まだ気づかれてねえし。ちょっと無茶してみようか。ああ、やっちゃった。気づかれてねえと思ったのに。気づかれてた。無視した方が怪しそうな感じだな。どっからだ。ここからだよね。まあいいや、パーッと掘った。みんなブローター無視しつつ、まあ、あいつは戦いになんかないしな。うん、ある程度数減ったら余裕じゃないか、こんなの。うん、気づかれてない。バイオで言うてウイルスに感染したってな感じだな。お、いやーもういっぱいある。おいしいおいしい。全然ちゃうとこ行ってんじゃん。バカでねえな、あいつ。持ってんない。暗い画面嫌いなんだよ、見にくいから。持ってない。ちょっと布か。布使うのは回復しかねえからな。音怖えんだよ。近づいてきたのかと思うじゃねえか。だいぶ離れてる。布は諦めよう。何？閉まっている。気づかれた。大丈夫かこれで。よかった。